被害者意識を捨てないと人生変わらないというのもやっぱり自分が世の中で最も不幸だっていうふうに言いたくなる気持ちは分かれますただ自分より不幸な人って世の中にたくさんいるわけなんですよねそもそも北朝鮮に生まれてないんだけど僕たちはハッピーじゃないですかそして何よりネットでアンチコメントを書いてる人たちみたいに自分がいくら不幸だからといって他人を傷つけていい他人を不幸にしていい理由にはなりませんからねそして他人を引きずり下ろしても自分の場所は変わらないわけなんですよ だからあの自分がクラスメートですごい持ってて徹としてる人がいるんだったら。 その人の悪口を言ってその人を下げるんじゃなくてその人と同じように運動したりとか食事を変えたりとかしてとか勉強して自分の魅力を高めることがあなたの人生において重要なんじゃないのって話なんですよね。そして自分は世の中で最も不幸だ誰か助けてくれっていうふうにす殺与奪の権利を他人に握らせるのはやめましょう自分の人生は自分で変えていきましょう結局自分のヒーローになれるのは自分だけ自分を幸せにできるのは自分だけってう話なんですよね。そして、 まあ、生ままれつきのハンデととかいあると思います、まあ、家庭環境が悪かった親ガチャに失敗したとかあの実家が貧乏とかあの幼少期いじめられたとか DV を受けた毒親の元で育ったとか自分は才能がないスタイルが悪い顔が不細いくとかいろいろそれぞれハンデはあると思いますよただ私はこういう理由で頑張れないんですっていうふうに声高に主張したところで社会は僕たちのお母さんになってくれるわけじゃないんですよね。 自分はこういう理由があるんですかわいそうでしょって言ったところで自由になるために必要な努力が免除されるわけではないですよね。そしてみんなそれぞれいろんな悩みを抱えて戦っているわけなんですよ。だからあの私は不幸なんですみたいな風なやつがいたらどう思いますいや俺だって私だって大変だよというふうに思いませんそういういに自分だけ そのの特別扱いすするのやめましょうって話なんですよ結局世の中っていうのは正義の押し付け合いで自分の理想を貫きたいなら戦うしかななないい力を身につけけるしかないわけなんですよねだから食事とか睡眠とか運動とか読書とか副業とかまあ日頃からできる面倒くさいと感じるけど長期的には自分の人生にメリットあるよなっていうような行動を増やしていきましょう大きな成果っていうのは小さな努力の積み重ねで決まりまりす結局面倒な努力を真っ先に始めている人たちっていうのが自由になれるそういう努力っていうのが一番の近道なわけなんですよね で、でみんんななこの現実から逃げているわけなんですよ。だから才能関係なくコツコツと努力している人は報われていくっていうある意味平等な社会を生きているんだから自分の現実に納得できないんだったら変えていきましょうという話でした。